かつてビチェプスク現代美術館と人民美術学校が所在していた建物ビチェプスク。現代美術館はビチェプスクにかつて存在した美術館である。マルクシャガールカジミール・マレービチによって1918年に設立された。1921年にはアカデミック絵画から印象主義、シュプレマティスムまで全ての現代美術の調理を網羅した120の 絵画が展示された。1920年代に半ばには廃館となった。展示された絵画のうちいくつかは、ロシアやベラルーシの美術館に収蔵されたことが確認されているが、多くは現在も行方知れずとなっている。ビチェプスク現代美術館の歴史は1918年に始まる。1918年9月12日。 当時ビチェプスク地区の芸術委員だったマルクシャガールはペトログラートを訪ねビチェプスクの現代美術を展示する美術館を組織するという構想への支援を要請した。同年11月14日、新聞に現代美術館の組織化の試みがビチェプスクでスタートしたことを告げるニュースが掲載された。美術館はブハーリン通りにある人民美術学校の建物内に組織された。 シャガールとカジミール・マレービチを組織の長とし、後には1920年1月15日にビチェプスクの文化財保護委員会の委員長にも任じられたアレクサンドリアロムがその座に就いた。また1919 19年には同じ建物内に人民美術学校の卒業生の作品を収蔵する学校美術館も組織された。1920年代には美術館の収蔵品は 現代絵画のコレクションとして意義深いものとなっていた。1921年の春にロムは120点を数えるまでになっていた。収蔵品についてアカデミック絵画から印象主義、シュプレマティスムまで全ての現代美術の調理を網羅しており、しかもほとんど全ての現代画家はその瓦礫の中でも特に重要で特徴的な作品によって紹介されていると持参した。 美術館の展示は実際には1920年7月から8月の間に一般に公開されたに過ぎなかった。1922年7月から10月にかけて23の絵画がペトログラートに移された。1923年4月1日の時点で残っていたのはわずかに35点だった。1925年秋には絵画が 美術学校の生徒の創作のためのキャンバスとして切り取られるという情報がビチェプスクの郷土史研究会にもたらされ9月26日に手つかずで残っていた32点の絵画がビチェプスク郷土史博物館に引き渡されたそれらの多くは1939年にミンスクの国立美術館に移常された第二次世界大戦後にビチェプスクに残っていたのはダビート・シュテルンベルクの 小さな生物がただ一点に過ぎなかった。これ以外に24点の絵画の行き先が判明している。19点はサンクトペテルブルクのロシア美術館に収蔵され、4点はミンスクのベラルーシ国立美術館に、1点は日本の河村記念美術館に収蔵されている。美術館に収蔵された作品のうち、今日90点ほどの詳細が明らかになっている。 作品が収蔵された画家のリストは以下の通り、ありがとうございます。